皆さんこんにちは、こんばんは。さて今回はですね、レビュー動画じゃないんですけど、雑談みたいな感じで焼酎についての話をしていきたいと思うんですけど、皆さんは聞いたことがありますか？カリスマという焼酎を。これ実はですね、九州から来た外国人スタッフ、まあ飲食店のスタッフですね、その人に、九州から来たということは何かやっぱり向こうの方で焼酎など美味しいものがあったのかなと思って聞いてみたわけなんですよ。日本のお酒で何が好きなのと。そうしたらですね、焼酎が好きだと言い出したんですね。おお、焼酎かと思って、どんな焼酎飲んでるのと聞いたら、カリスマ一番よと言ったんですね。ほう、聞いたことはないけど、そういう焼酎がなんかその九州の方で出回ってるのかな。僕の知らないメーカーの商品であるかもしれませんし、あとどこかのプライベートブランドでもしかするとあるのかもしれないなと思って、で検索してみたわけなんですね。するとヒットしないんですよ。なので、まあもしかするとそのファラオみたいな感じで、なんか当て字のものかな、大手門酒造さんかなんかの商品なのかなと、そのような感じで思ったんですね。検索もできないような焼酎なのか意外だなと思って、もうちょっとこう話を掘り進めて聞いてみたら、なんと紙パックがあるというんですよ。焼酎好きな方だとわかる話なんですけど、紙パックがあるという焼酎は割とレギュラー的なものが多いんですね。まあレギュラーというのは一般酒ですよね。焼酎の中でもそういったたくさん作るようなものに関しては、その紙パックの焼酎が多いものですから、紙パックがあるという時点であれという気がしたんですよね。その珍しい銘柄の割にはなんで紙パックなんかあるんだと。なので意外とメジャーなんかなと思って、まあ、例えばですね、あのセブンイレブンとかでもプライベートブランドの焼酎など売られていますよね。で、ああいう感じなのかなとちらっと思ったんですけど、やっぱり検索に引っかからないというのがおかしいなと思ったんですよ。で、それでその正体はわからないまま数日間過ごしていたんですけど、でどうもですね、話を聞くと家にあるということで持ってきてくれと言ったんですね。それで後日持ってきてくれました。リュックの中から出てきたその焼酎の正体は、霧島だろそれ